はい、ということでですね、はい、今回は東京大学サッカー部に来てますということで、ナスとは無縁の東京大学のはずが、サッカーというものを経て、まさかの東京大学サッカー部に潜入させていただくということで、東京大学サッカー部、今監督林良平さんがやってます。で、僕も柏レイソルの時に一緒に所属させてもらって、一緒に共に戦ったということで、まあそういうつながりもありまして、林良平監督の密着と、あと東京大学サッカー部潜入ということで、はい、2本立てでお送りしたいと思いますので、早速行ってみましょう。どうなの、監督業して、引退してから監督業ってことで。いやびっくりですよね。そんな本当に引退するときはそういう監督とか全く決まってなかったんで、あそれもこう大学の監督やれることなんて、うん、多分初めてだと思うんですよ。そういうプロ選手で引退してすぐ監督っていうのは、うんうん、なるほど。まあ、こういう縁にも感謝ですし、うん、まあ、そこで挑戦できるっていうのはすごく楽しいです。え、オファーがあったってこと？オファーがありました。学生が強化部みたいにやってて、あ、そうなんだ。いろんなことしてるんですよ、やっぱり東大、みんな長寿の学んだったんで。なるほど。いや、文武両道ということはこういうことですよ。はい、こんにちは。よーし、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 今日のメニューってどんな感じで進んでいく感じですか？今日のメニューは、この前土曜日試合が甲子園があって、日曜日リカバリーをしたの で昨日月曜日休みだったので、まあ、火曜日で今週日曜日試合なので中5日間あるので、今日は結構一番東大の中でも厳しいトレーニングというか上げる日です。なるほど。めちゃくちゃ楽しみです、はい、那須さんもそういうの大好きだと思うので、はい、ありがとうございます。これちなみに部員って何名いらっしゃるんですか？部員ですかね、まだ1年生が入ってきてないので完全な確定はしてないんですけど、今2、3、4で、まあ、約50名ちょいいると思います。でテクニカルが十何人いるんで、本当にプロよりこう分析とか戦術においてはすごいところに。へえ、すごいですね。なんかもうアップがもうフリーで、はい、もうなんていうんですか、選手おのおのに任されてるっていう感じで、はいはいはい、そうですね、学生なんですけどフィジカルでそういう勉強とかしてフィジカルコーチっていうのはいるので、まあ話し合ってはいますけど任せています。6、7、8、9、10。そうそうです。よっしゃ、すみません、お話をお伺いしてもいいですか？はい、今、怪我とかですか？いや、僕はスタッフです。はい、フィジカルコーチだったりとか、はい、そのスタッフの方が15人いたりとかっていうお話聞いたんですけれども、はい、選手以外の、あのスタッフの方っていうのも、はい、あのその東大の方がやられてるんですか？そうです。ほとんどが東大生で、少しだけ違う大学の人もいますけど。なるほど。今こう、選手をサポートする上で、なんかこう、そのスタッフとして、なんかもうご自身の意識されていることとかって、なんかあったりするんですか？そうですね、僕は主な仕事がテクニカルスタッフって言って、分析とかをするスタッフなんですけど、対戦相手を分析するっていうところで、選手になるべく分かりやすく伝えるところとか、あとは去年は評価っていう仕事をしてて、林良平監督を呼ぶことになったのも、僕、ちょっとやらせてもらったんですけど。そうなんですね。はい、いろいろな選手だったり、あの、はい、そのプロを引退された方とかいらっしゃったと思うんですけど、林さんを選んだ理由とかってございますか？まあ、やっぱり一番はその知識というか、まあ、現役時代から海外サッカーを解説とかされてて、まあ、そういうサッカーに関する知識だったりとか、あとはその、まあ、ロティーナ監督とか監督に指導を受けてた経験があったと思うので、まあ、そのロティーナ監督とかはうちのサッカーと親和性が高いなと思ってて、そういうところをちょっと期待して声をかけさせていただきました。なるほど、ありがとうございます。
すいません、はい、ちょっとお話をお伺いしたいと思います、はい、ちょっと林良平監督についてお伺いしたいんですけれども、はい、チームの中で林監督ってどういった存在なんですかね。やっぱり元プロ選手っていうことがあって高い基準をいつも示してくれる存在で、まあでもやっぱり監督としてやっぱり選手と適切な距離を取ってくれて、取ってはくれるんですけど、やっぱチームを盛り上げてくれる存在でもあります。なるほど、はい、ちなみに今何年ですか。僕は今4年です。あ、4年生、はい、3年生まで多分違う監督がいらっしゃって、はい、また新しい監督として来られたと思うんですけれども、はい、林監督が来てこうチームの変化だったりっていうところってあったりしましたか。そうですね、まあ前まではその戦術的な練習っていうのが結構メインだったんですけど、まあ今日の練習でも分かるように結構その個人の能力を上げる練習が、まあ、比重は高くなっていて、今年から2部から1部に上がって、でやっぱりその個の力がまあ、足りないっていうのはどうしても避けられない問題としてあるので、まあ、そこがまあ去年から変わったところでもあり、今年のチームが戦っていく上で必要なことでもあるなと思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。ちなみにちょっと最後に東大サッカー部ちょっと主将としての目標をお伺いできればなと思っております、はい、東大屋敷としてここ数年、まあ、東京都一部に上がることはあるんですけど、まあ、なかなか定着できないっていう状況が続いていて、で、まあ、やっぱり長期的に見た時に安定して一部に残って、まあ、関東昇格を狙えるようなチームになっていかなくちゃいけないと思うので、まあ、その礎をこの1年で作っていけるようにしていきたいと思ってます。で、まあ、やっぱ長期的には推薦で入ってくるようなその強豪校から来るような選手がいない中で、この僕たちが、まあ、ジャイアントキリングじゃないですけど自分たちの立ち位置を確立できればいいかなと思ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。言い訳言いたくないけど、はい、現役の時でも、はい、染められないかもしれない。わからない、わからない。すいません、お名前、伊藤正志です。あ、今日の那須さんと対戦してみていかがでした。楽勝したい。ちなみにこの、 あの東大一般入試で入られて、はい、サッカーと勉強の両立で何か意識されていることとかってございますか。でも全然俺は両立できてるじゃないんで、真面目にやってますけど息抜き的にやっててみたいな感じですかね。なるほど、はい、先ほどあのフィジカルコーチの方にお話をお聞きしたんですけれども、ロティーナ監督の戦術に似ているっていうところで東大サッカー部との親和性があって、まあ林監督に今回着任していただいてるみたいなお話を聞いたんですけれども、戦術的にはお話できる範囲で構わないんですけれども、どういったサッカーを展開しているんですか。自分がお世話になった監督たちのこといいところをを取って考えている部分もありますし、もちろんその選手たちのキャラクターを見てできる部分とできない部分っていうのがあると思うので、その中でロティーナ監督の守備の基本であったりとか、そういうところは大台の中にどんどん入れていったりしてます。ありがとうございます。これもう喋るけど足がねプルプルしててね、はい、いやでもね、はい、まあ、両辺レイソルとレイソルの時に、まあ、ネルシーニョ監督の、ね、そうビトリアみたいなところも常に伝えて、だから練習の中でもこうただゲームやるだけじゃなくて勝負にこだわるようなことをやらせたりっていうのは常に意識してます。ちなみにビトリアって勝つって勝利ってことなんです。ああ、そうなんですね。そうがりもね、そう、まあ多分いろんな名称の元でやってるから、はい、まあ、いいとこ取りですよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。東大サッカー部の中で林監督ってどういう存在なんですかね。面白キャラっていういい感じの雰囲気を作ってくれる、はい、初見はまあ怒ってんのかなっていう、まあ、フォア表風は出してるんですけど、まあ、終始ニヤついてるのでまあちょっといじられキャラではありますね。結構親しみやすくはあるんですけど、選手と監督っていう適切な距離を保ってくれてる、まあ、ちゃんと見てくれてるなっていう感じはめっちゃします、ね、なんかこう大変なところとかってあったりしますか。結構授業も忙しいので練習自体は夕方なんで、授業やってから練習行ってでも帰って飯食ってみたいな感じで、まあ、それは結構、まあ、大変じゃないかな。またみんなそうですね。医学部と両立してるから皆さんの将来の夢みたいなところ聞かせてください。まずは近い将来の夢として、まあ、関東リーグに昇格するっていうのが目標なんですけど、ね、まあ、幸せな家庭を築きたいです、はい。まあ、僕はまあ教育学部に入ってるので、まあ、こうスポーツと教育っていうのをうまくハイブリッドさせながら、いろんな子どもたちがこうスポーツで夢を見られるような
環境を作りたいなと思ってます。将来の夢は医師になるってことはそうなんですけど、サッカーは続けたいなって思う。医者をやりながらサッカーを続けてる。モテるね、それ。モテる、それはモテる。はい、ということで、はい、まあ、監督密着ということで、今回練習参加させてもらって、はい、で練習、この今日あったメニューとかは自分で考えてやってるの、はい、もうすべて自分です。ライセンスとかはどこまで？あ、B 級ライセンスまで。B 級まで。もうあ、はい、自分でアレンジして。アレンジして、もういろいろなもう勉強したりして、もう常に本読んだりとか、いろいろアップデートしていく中で、うん、何のメニューするかも選手たちのキャラクターを見たりとか、選手たちが何ができるかっていう中で、その中で自分たちのゲームモデルを作って、そのゲームモデルと相手のもちろんプラン、うん、その中でそういうのをミックスした中でやりたい練習とかを考えています。なるほど。いやでも本当あれだね、休み時間短くて今日は特にハードな日だと思うけど、淡々進んでいくね。そうですね、去年まで僕も選手だったので、うん、そういういろんな経験をした中でテンポよくやることによって、選手ってこうすぐ次のトレーニングに向かえると思うので、あんまり休み時間を少なくしてインテンシティを上げていくっていうのをイメージしてます。彼ら東京大学に本当に一般で受けて、はい、いやスポーツ推薦本当にないので、うん、それで東京都一部っていうのは本当に素晴らしいことだと思います。なので、まあ、その東京都一部でいつも結構1年で落っこちてしまうんですけど、今年その残留っていうのがチームの目標であり、僕の目標でもあるので、それに向けて、まあ、頑張っていきます。なるほど。まあ、ちょっとさっきも言ったと思うんですけど、監督としての今後の目標だったり、はい、まあ、この東大としての目標だったり、東大の監督としてものだし、はい、両平自身の今後の、はい、その先の目標っていうのをちょっと教えていただきたいと思います。そうですね、マフは東大の目標としては、先ほど言いましたけど、東京都一部で残留することがすごく大事なミッションになってくると思うので、その残留に向けて選手と共に成長していくっていう部分がまず今年の目標です、うん、その中で、まあ、僕としてはその監督業をやってみて、まあ、いろいろ感じることがあると思うので、その中でまたやってみたいなって感じたら、さらに A 級であったり S 級を取りに行って、その後のことを考えていきたいの。だからまあ本当に階段のようにステップがどんどん一歩ずつ上がっていくイメージです、ね。うん、あのなんかあれだよね、はい、あのマサの時もそうだったけど、はい、監督1年目って感じが全くしないっていうか。そうですね、なんか風格まであるっていうねいや本当に貴重な時間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今年も頑張ってください。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございました。